ハオ中華まんせいろで蒸される肉まん中華まんとは、小麦粉、水、砂糖、酵母、ベーキングパウダーなどをこねて発酵させて作った柔らかい皮で様々な具を包み、蒸したまんじゅうである。皮の中の具の種類などによりそれぞれ個別名称もあり、肉まん、あんまんなど多岐にわたる。日本では中華街に伝わった大正、昭和の頃から各地で食べられており、 中華料理店やスーパーコンビニ小さな売店における人気のテイクアウト商品となっている。家庭で作られることは少ないが、チルドや冷凍食品は多く販売されている。コンビニエンスストアでは、例年8月から9月頃より、冬季にかけて、あるいはは、通年、スチームで蒸し上げた商品をカウンター商材の一つとして販売している。 一般的には豚肉などを使用した肉まんや、あずきあんのあんまん、ピザまん、カレーまんなどが多いが、多様な変わり種の中華まんも販売されている。そこの部分にはシートが付されていることが多く、これは蒸し器とまんじゅうが付着するのを防ぐ役割がある。また種類が判別できるよう、シートに肉まんやあんまんといった文字を入れる場合もある。中華まんは、中国の三国時代、 食感の最初を諸葛亮が作らせたことが始まりと言われている。中華まんは料理であると同時にあんこなどを用いた和菓子のまんじゅうのルーツにもなっている。日本で最初に登場したのがいつなのかは諸説ある。中村屋での発売は1927年の天下一品品まんじゅうが最初で、これは大正14年に同社創業者の相馬夫妻が中国へ、 視察旅行した際、目に留まったパオズと呼ばれていた具の入った饅頭をもとに、帰国後油っぽかったのを日本人向けのあっさりした味付けに改良し中国人職人を雇ってノウハウを吸収した商品であり、一般の人に親しまれるようになったとしている。それ以前にも中華街などの専門店や一部の中華料理店では、本場中国の中華まんが売られていたが、 日本人の好みには合わなかったとされる。神戸中華街の老少期の先代は、1915年に豚まんじゅうとして売り出した同店の中国パオズが、日本の中華まんの起こりであるとしているが、現在の日本の中華まんと同一かどうかは定かではない。アンマン、豚まん西日本では、肉まんのことを主に豚まんと呼ぶ。西日本において、肉といえば、 一般的に牛肉を刺すためである。関西地方で展開している551放来では、初期に牛肉入りの肉まんが存在していた。ただし、全国展開しているイムラヤなどの商品は、西日本でも他の地域と同じく肉まんとして売られており、西日本でも肉まんの呼び名が通用しないわけではない。また、セブンイレブンのように味付けや量の違いにより、 肉まんと豚まんの両方を販売するケースも見られる。豚まんの日11月11日を豚まんの日として申請しておりこれは豚の花の形にちなんだものとされている。また、その日に神戸トンマンサミットを開催し、神戸を PR している。その他、コンビニエンスストアでは多種多ような中華まんが販売されている。例、豚角煮まん、照り焼きチキンまん、チーズまん、 塩豚まん、海鮮まん、グラタンまん、餃子まん、モンジャマン、チョコレートまん、カスタードクリームまん、いちごジャムまん、キャラメルまん、プリまん、桜あんまん、焼き芋まん東京の南千住では、肉まんというフライにした魚肉練り製品が類似の、もちもちとした食感のものが、おでんの具として販売されている。三国志で知られる、諸葛亮は、南蛮征伐の帰りに、 風雨で川が氾濫し渡れなかったが、氾濫した川を沈めようと願うと水神人に、人間の首を切り落として捧げて祀るという南蛮の、信仰を、戦いで失われた人命を人柱にこれ以上、犠牲にはできないとして、小麦粉を水で練った川に、羊や牛の肉を包んで饅頭を作り、人頭に代わって備えて、川に投じると、見事に氾濫は収まったという。これが、 万獣の始まりとされている。ありがとうございます。